まあ、ジャッキー・チェーンでいきましょうかね。ブルース・リーとくればジャッキー・チェーンはね、こういう風に言ってるんですよ、えーと。人生は全ての戦いに勝つ必要はないということなんですよね。まあ、様々な戦いを通じて、もしくは映画のリリースを通じて、ジャッキー・チェーンはいろんな勝負をしてきたと思いますけども、まあ、中にはね、これは失敗だったかなとかね、これはちょっと負けたかなっていうのはあると思うんですよ。でもその敗北から、まあ、何を学ぶかっていうところがね、宝になると。 まあ成功に酔いしれてさらなるいいものを作っていくっていうのもありますけどもむしろ人はね失敗した時こそ勇気が必要だし失敗を受け止める勇気とかねそこからどういうふうに改善していくかっていう応用が生まれると思うんですよねだから事実は事実として成功失敗あるんだけどもそこからどのようにネクストに持っていくかなのかなと思うんですよやっぱりそのジャッキー・チェーンの映画の中でもありますけどもあのなんかね主人公が一旦敵に負けるんですよね で、どっからともなく出てきた薄くなんか怪しい師匠みたいなのが自分を育ててくれてそれでなんかね最終的に肉気的に勝つみたいなストーリーが定番じゃないですかだから主人公としてはハリウッドの映画もそうですけども一回ピンチになるっていうことがねうんまあその必要なのかなとまあもちろんね百戦して百勝っていうのは素晴らしい勝負になりますけどもそれはそれで、うん、でもそうもいかない 限りりはミスを犯したりとか自分よりも強大な敵が必ず人生に出てきますからねどうせ失敗するんだったらどうせうまくいかないんだったらそっから何を学ぶかってことなんですよね。まあ、YouTube で再生回数なかなか上がんないよみたいなところでもじゃあ再生回数を上げるためにはどうすればいいのかなっていうふうな疑問が出てきた時に再生回数をでに取れてる人に対してアクションを起こしていったりそことの人間関係を築けていったりとか。 そのためにね、例えば YouTube コンサルみたいなのを受けて、そこに10万20万かかろうが、その人のつながりを持ってたとか、再生回数が、やっぱりね、1でも10でも、それで上げれるんだったら大きな、あの、成果だと思うんですよ。最も良くないのは、あの、失敗を失敗として受け取らないことなんですよね。 これはまずったなというふうに深く後悔して深く反省する。そういったことができなければ、せっかくの失敗も財産にならずにそのまま流れていくということなのかなと。それが一番の失敗なんじゃないかなと思いますよね。